あ、入った入った。うまいね。今日の超過でございます。じゃんけんしようぜ。すごいすごい。俺はチョキしか出せねえからさ。こんばんは、観音寺五郎です。来ちゃいました。今日も来たよ来たよ。今日もほらカニですよ。カニ、カニすくいに来ました。同業者いません。俺の一人取りだ。よし、頑張っていきます。頑張っていくぞ。しょうがねえ、探してるよ。どうどう、いる？いや、取らないね。あ、いないか。そんなに甘くはないね。うん、いないね。いない？みたいな場所で取ってるもんね。下覗いてんの？覗いてみようか。何にもいないよ。何にもいないか。今こう一色下がってるからね。ほら、そこ見えるのよね。また明日だね。え、なんで返事しないんだ。うん、明日だね。もういつかもダメだもん。ねえ、眠くてしょうがないもん。お、取ってる。うわ、あんな遠いの。ああ。あ、来た。見えるか？もう押さえつけるね、そう。あ、あー、ダメだ、押さえてない。いや、俺の網返して。あ、奥にもいる。俺の網だ。うん。ほら。あ、離れていった。離れちゃったね。いや、またね、しばらくしたら近づいてくるよ。いや、いいサイズだったよ。潮がね、引いてね、こう、底が見えるぐらいね、これがいいんだよね。いや、あんまり引きすぎるとね、岸寄りにいないらしいんだけど、ちょっと沖のところをね、ふわふわ歩いてんだよ。ライト当てると威嚇するからね、爪は振り上げてね。そしたらもうはっきりわかるよね。あんまり当てすぎると逃げちゃうんだけどね。もう離れてった。ああ、向こう行った。あ、こっち来てる。あ、来てる。おい、場所変えた方がいいんじゃない？大丈夫。あ、入った。うまいね。うまいね。ほら、早っ。もう取ったよ。取った。すっげえ。さすが師匠だ。早いもん。引きが早いね、引きが。入れた後にね。うん、入れるまでのね、パッとかぶせてね、手前にボーンと引くんだよね。すっげー。ちょっとこれリプレイしますから。あ、入った。うまいね。はい、うん。あ、今ね、師匠がね、ね、見つけてね、二人でね、ちょっと網2本でね、いやー、でかいでしょ。でかいね、これはいいね。これぐらいあったらね。で、しかもね、甲羅硬いですよ、これ。で、重さがね、どうだ、重さ結構あるかな。ね。ね、いや、これでかいな、ハサミも。いや、俺もさっきこれ取って、うん、同じくらいの大きさ取って、うち置いてきたから。あ、本当。これゴロにあげる。ありがとう。ね、よし。ほら、いいじゃん。はい、やった。え？やったー。でかいよ、これ本当。やった。ほらほら。はい。でかい。ちょっと取って。あれ、おかしいな、ゴロいなきゃ俺のもんだったんだけど。いや、取れてないよ、一人じゃね。いや、取れてるかもしれないじゃん。取れてないよ。またそういうこと、はい、ちょうどね、こう棒が ね、丸太がこのくらいのやつの下にいたから、うん、そうそう、あ、これは無理して取るよりは、ね、あ、二人でやった方がいいなって、うん、ね、向こうにこう網を置いてね、うん、こっちから押すからって言ったら、ね、あ、そうそう、うん、そういうね、共同もね、必要ですね、うん、そう、でも一人でやるときはね、考えて取らないとね、うん、取れないんだ、難しいな、うん、奥に行かないように自分の方の手前に来るようにやれば、うん、いいところでね、あ、何箇所かできるから一回ね、出せばね、うん、そう、はい、みんなね、見つけてね、焦っちゃってね、ただつついて濁しちゃうんだよね。あ、そうだね、濁しちゃう、うん、誰かさんだ。それはちょっと、ね、はい、あの人だ。こんな感じでございます。でかいね。よいしょ。チャレンジどこだ。あ、いた。俺、こっち側からでいい？俺のやつは逃げるから、あんたのやつね。押して。よし、入った。あ、逃げた。
引きが遅かった。すんげえ早い。見えました？難しいね。また行こうか。最後だよ、最後。私ね、ちょっとね、一回帰ったんですけど、忘れ物して、落とし物してね、取り来たんですよ。靴ね。靴。サンダルがそこにあった。サンダル。だからね、ほら、ここに落ちてた。ゴロンのやつだ。これ、ね、落ちてた。そう、もう、ほんの15分ぐらいの間にさ、2つ取ってんだよ。なんなのよ、もう。なんなのもう、はい、よすごい。そうなんです。いるね。いるんですよ、次から次に、うんうん、はい、もう帰る。もう帰る。もう帰ろう。今日もいっぱい撮ったもん、うん、帰ろう。何個撮ったの？20匹くらい撮ったの、うん、まあ10個ぐらいは撮ってんな。撮ってんの、はあ、すごいね、うん、ご苦労様です、はいはい、じゃあさようなら。さようなら、おやすみなさい、はい、また行くの？帰り道だから見ていく。あ、本当、はい、うん、じゃあね、はい、おやすみ。はい、師匠の今日の釣果でございます。でかい。でかいね。何このでかいの、ね、あ、これいいね。すごい、いいね、いいね。まあ、石神はいっぱいいたんだけどな、ちょっとね、取るのがさ、今日もたくさん取れましたね。でも、前あ、でもこう取ったやつはもっと大きいね。うん、これまだちっちゃいもんね、うん、いいね、殻が硬くてね、身詰まってる感じする。持ち上げたら分かるもんね。そうそう、この間のね、軽かったもんね。いいんじゃない、ね、そうそう、しっかりずっしりとね、重いカニの方がいいですよ、ね、挟まれる、挟まれる、挟まれる。ちょっとこれ、ちゃんとこっちこっちこっち向いて、やった、やった。でかいって、もまだまだでかい人もっとこんなもんね。おお、すごいすごいすごい。じゃんけんしようぜ。すごいすごい。俺はチョキしか出せねえからさ。すごい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 。笑うんじゃない。俺はチョキしか出せねえんだよ。すげえ。おう、あのね、こう、まあ、石ガニはもう今日はいいって言うからもらっちゃうんですけどね。この下のね、これ。これこれ。これだよ、これ。もう脱皮したてのね、ソフトシェル。脱皮したてですよ。ブニュブニュ。これね、今日買いこれちょっと私いただこうかと思います。これ、ね、ソフトシェルですよ、ソフトシェル。これいただきます。ファイヤー。油はね、指で感じる。うん、これね、今ね、あ、180度いきました。はい、じゃあ上げていこう。あさあ、あ、すんげえいい匂いする。はい、出来上がりました。どうぞ。おー、もうシンプルにね、片栗粉と塩胡椒して揚げました。まずはこれでしょう。じゃあ、いただきます。あ、ちょっとどれがいこう、これいこうかね。ちょっとね、かけます。これはね、もう丸ままね、一匹こんな感じで、ね、いただきます。うん、あ、うめえ、マジでうまい。これちょっと見て見て、ね、なんかね、味噌も全部ね、やん、これ、ね、美食の皆さんがね、ね、こぞって食べるの分かりますよ。ちょっと塩胡椒しすぎたかもしんない。でもね、でもね、これうまいわ。ああ、柔らかい。殻はね、カリカリってね、周りのね、殻サクサクっとしてるんですよ。そうして中はね、しっとりと柔らかくね。
カニとは思えないね。いつもだから硬いじゃない。このセーフショートシェルクラブっていうね、この辺はね、つまりね、脱皮したてなんですよ。でカニってね、この時期、秋はね、特にね、このね、10月に入るとね、脱皮をね、しまくります。しまくる、まあ1回かもしれないけど、ね、脱皮をするんですよ。皆さん脱皮します。ね、脱皮したらね、仕立てはね、ふたーっとしてるんですけどね。で、しばらくすると硬くなるんですよね。昆虫みたいですよね、昆虫。バッタと一緒だ、バッタと。で、脱皮することによって、一回り、二回りと、どんどん大きくなります。成長するんですよ、どんどん。例えば、足がもげてました。ね、なんかに食べられそうになって、自生して逃げました。ね、足が一本ありません。でも、脱皮すると、そこからにょこっと生えてくるんですよね。二回ぐらい脱皮したらね、元通りのかね、ピュッと生えてくるらしいですね。すごいな、神秘ですよ。でかいんでね、真ん中切ろう。これでいくらでいい？うまそう。絞っちゃうよ。はい。よし、絞った。食べようか。まあ、どうぞ。うん。います。いただきます。塩コショウが効いてる。かけすぎだ。あ、でもうまっ。うん、美味しい。うん、美味しい。美味しい。うん、全部食べれる。本当に食べれるの。本当に食べれるね。ちょっとサクッと揚がってるやろ、周りが。うん。中がすごいしっとりしてるよね。いただきます。うん。あ、全部いける。え？全部いける。全部いける？どう？美味しい。うんうんうん。うん？美味しい。かぼすが足りないな、これ。もっとなんかカボスに漬け込むぐらいでもいいかもしれないね。それしょっぱいから、しょっぱいからしょっぱいんだよ。塩コショウしすぎた。今回はね、この秋ね、ね、カニがたくさん取れるんですけど、脱皮した個体が結構取れますのでね、まあほんとふにゃふにゃなんですけど、これはね、唐揚げとかにするとね、すごく美味しいです、ね、日本ではね、そんなにね、馴染みのない感じなんですよね、この料理法もね。ね、ソフトシェルクラブ、ピスタチオからのカニ、ね。とても美味しいですので、ね、網を持って海に行って救える方は、ぜひ、ね、カニ取り好きな方とかもね、ぜひね、食べて召し上がってみてください。うなぎ師匠、すごいね。救い方さ、うなぎ師匠ね、プロだからね。プロですよ、プロです。もうカニすくいを極めた男、うなぎ師匠。そういった動画でした。それじゃあ、ご視聴ありがとうございます。僕、ショー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。